ラウラさん! しっかりしろ! もう一度くらいやり合いたかったんだがな。 せめて女神のもとへ。 閣下、 それに殿下も。 これでよろしかったですかな。 ああ、さらばです、兄上。問答無用の爆破テロか。両兵同士ならありだけどさ。 アリサ、ラウラも。 まずいな。 リーン、離れなさい。 僕の出番かな。すまないね、黒ウサギ君。部長、何やってんのよ。まさか。せめて苦しまないように。なくちゃ。え、守らなきゃ。 守らなきゃ。リーンさんを、ユーナさん、クルトさんを、ミュゼさんに、アッシュさん、イリアムさんに、他のみんなも。あ、ある。 これが彼女が手に入れたものだろう。ここまで感情が育つとは。来て、クラウソラス。ダメ、その衝撃じゃ足止めにもならない。 逃げろ、アルテラ。 お姉ちゃんに任せときなって。スペック的には同等。ちゃんと役目は果たせるよ。ううん、役目なんかどうでもいい。リーンにユーシス、アリサにフィーニー、ラウラに院長、マキアスにエリオットにガイウス、さらにアーちゃんも、みんな守ってみせる。やめろ、ミリアム。 やめてくれ。ミリアム。よかった。僕、守れた。
根源たる虚無の剣。
消えた。どうなってるんだ。おい、今変な感じがしなかったか。ああ、何か黒いものが駆け抜けていったような。え、助かったのか。よかった。それにしたって、指揮者、なんで俺たちがこんな目に。皇帝陛下も撃たれて、あのカレージャスまで。一体誰がこんなことを。ですが、今回の件で再認識しました。今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを。カルバード共和国、ベルヌ社製。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。それが意味することは明白である。東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。そうだ、皇太子殿下や宰相が言ってたじゃないか。カルバードの連中だ。ああ、全部奴らの仕業に違いない。どうしてこんなひどいことを。叩き潰せ、やられる前に。エレボニアの誇りを踏みにじった奴らを許すな。おー、なんでや。みんなどうして。これは分からぬ。だが、何があったんだ。ランディさん、今のは。ああ、何かがあったのは間違いねえ。ウガットさん、大丈夫だ。何があってもお前のことは。始まったか。するとクロウは、もう後戻りでけへんな。ああ、我らの本懐とはいえ。私たち、何に手を貸したんですの。わからぬ。だが、長きにわたる望み。決まっているじゃない。大いなる黄昏、つまり世界の終わりに手を貸したのさ。幻炎計画の完遂と引き換えにね。最悪の事態になってしまったな。そちらはどう動くつもりじゃ。もはや事態は帝国だけにとどまらないでしょう。慎重に動く必要があります。世界を終わらせないためにも。アルティナは取り戻しました。だから聖獣か。
まさか。ダメです、それだけは。ったく、このタイミングで思い出すとはな。七の鬼神か。クソったれな仕組みもあったもんだぜ。クローン、あんた記憶が。仕方ない、付き合うか。団長、是非もなしですか。オルディーヌ、ヒナ・ゼクトール、いでよアルグレオン。抑えとけよ。まだまだですか。壮観じゃないか。起きろ、テスタロッサ。この感覚だ。やっと手に入れたんだ、あの時の力を。殿下。すごいけどちょっと違うかな。未熟者が。ミリアムも浮かばれぬわ。来るがいい、一瞬めるか。黒の騎士、やっとお出ましか。あれがお前らのご主人ってわけか。ああ、その通りだ。いるじゃねえか、俺を圧倒してくれそうなのが。これで6期。残る1期はやはり。
一体何を。それでは始めるとしよう、リーン。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話を。